トヨタの FR 86だと思ったでしょみんな。いやちょっとね、まあ、86も欲しい欲しいって言ってたんですけど、まあ、あの普段乗る車がないんで快適にで、まあ、燃費も良くて、でちょっと体がやっぱ大きいんでずっと外車を探してたんですよ。 BM だとかワーゲンとかベンツとかね。だけどやっぱ外車、まあ、壊れそうだし、まあ、国産でハイブリッドで自分が乗れる大きさって言ったらやっぱセダンで、まあ、クラウンずっと欲しかったしね高校の時から俺言ってたからねちょっと念願かなって、納車ということで、はい、ちょっと愛車紹介っていう感じで見ていきましょう。はい、年式は2017か後期です。一応210クラウンアスリートハイブリッドのアスリート S かの後期です。だって見た目がね、ちょっとバンパーとかグリルとかフォグとか違うんですけど、うん、まあ、前期最初安いのも探してたんだけど、なんだかんだ後期の2万キロで結構、まあ、アドバンスパッケージとかついてるからほぼ G グレードみたいな感じです。ノーマルなんで、まあ、特にカスタム店とか紹介するとこはないっすね。このチャンネル見てる方は逆にこういう車あんまり興味ないかもしれないからそうだね、普通のこと言っても珍しいかもしれないよ確かに、うん、一応あとはそうだよ、ちょっとね俺あの今白なんですけど納車したのね、シルバーがね限定色のやつ、J フロンティアっていうあのすごいいいグレードのやつで、それをね納車するはずだったんですけどね、まあ、ちょっとあんま言えないですけど、ちょっとまあいろいろあってこっちになっちゃったんで、で買いたい、なんだろう、その条件としてあの純正オプションのスパッタリングホイール18インチのね、そう18のねスパッタが良かったんだけど、ちょっとそれ履いてない個体ではあるんですけど、まあ程度いいの買おうっていうのでそれを買って、でまあその純正のスパッタはあのオークションとかで買えばいいんで、こっちの17インチはあのスタッドレス用にしてね、これも悪くないけどね、うん、とにかく傷もあんまり少ないし結構綺麗な21555 17インチですね乗り心地最高だよ、乗り心地はめちゃくちゃはい、で排気量とか、排気量そうだね 2.5 リッターのハイブリッド、このトヨタのなんだろうシステムパワーユニットっていうのはあれか、ラブ4とかハリアーとか、ハリアーとかカムリとか、カムリあとレクサス系とかね、共通か、うん、大体まあ共通のねパワーユニットで、燃費もね結構いいみたい、まあ20はいかないかもしれないけど、それに近い10真ん中後半、まああのレビューを見るとね、うん、俺の運転でどこまで伸びてくれるか分かんないけど、うんうん、見てよこれ、ドアのモールドアモール、これね多分ねあの、まあ、中古でもちろん買ったんですけど、いっぱいクラウン並んでて、こうあのドアを開けた瞬間にこのあのうわっヤンキーのあのホワイトマスクの匂いみたいな個体が結構あって、これはね本当に何もね匂いしないやつ、多分ねこういうのついてるからおじいちゃんばあちゃんがの前に乗ってたんじゃないかなっていう。磨き傷もね、水垢も一切ないね、ないんだよね、綺麗なんだよね、で磨きもしてないよね、お写真で磨きもコーティングもお願いしてないから、でもねすごい綺麗なんですよ塗装が、室内保管だったね、車庫だったんだろうね室内の、ここのあれも白も白いんだね、ここ黒いの多いよね、バイザーついててね、うん、
タバコ吸った感じはなさそうだよね。ないね、匂いそういうの大事だから、うん、昔は散々タバコ吸ってたけどね懐かしい懐かしい懐かしいヘビースモーカーだったからね、1日 2,3 箱吸ってたすごいね。今じゃもう嫌いだけどさ、うん、いいですね、うん、いいね。で、あれだね、このやっぱクラウンの王冠の立体の何エンブレムが普通だと思うんですけど、これあの平面だよね。うん、あのなんだカメラっていうかセンサーか、うん、レーダー、うん、プリクラッシュっていう、みんなプリクラプリクラっつってんだけどのタイプなんで、こういう平面なやつになってる。これがあると追従のクルコンとか、そうだね、緊急時のアシストブレーキとか、うん、そういうのが使える。そうだね、だからやっぱりグレードがなくちゃグレードが G か、もしくはこの S でもアドバンスドのオプションの、だからちょっといいやつっていうニュアンスだよね。このモールはどうしようか、取ろうか後で、取って磨きゃいいんじゃないか取った方がいいよね、うん、こういうのもいいね、グラム、うん、裏もここツヤありなんだ ね、 ね、後期からなのかな、あんまり見比べてないからわかんないけど、ここ前期だと多分あれだよね、うん、なんかツヤなしだったような気がするんだよね。それかやっぱこれこういうのがついてるから、まあそうだね、なのかな、ああちょっとわかんないけど、そうだね、うん、もしかしたら。で後期はね、ちょっとこうなんかメッキの丸がテール変わってたりとか、そうそう、室内？そうだね、ちょっと室内 見ようか。ちょっとエンジンかけてみますね。お上品だ、うん、お上品だし結構ね綺麗。やっぱり本当多分じいちゃんばあちゃんが乗ってたんだろうね。そうだろうね、うん、これ内装外すの全部大変だな、これどんがらにすんの、ロールバイ出て。そうだね、大変だな、大変だね、これだいぶ軽くなりそうだね、だいぶ軽くなる、うん、いやちょっとまあこういう高級感っていうかね、やっぱ全然今乗ってる車とは違いますよね。そうだね、質感とかね、もうドア閉めるとね音が全然違うもんね、ベンって言わないもんね。そうそう、ドアの音も違うし遮音性、外の音は何も聞こえなかった、ね、ちょっと後でドライブし動画撮ろう、ああそうだ、ね、うん、ちょっと指示を撮ろうと思ってるけど、すごい静粛性もあってメーターも結構さシンプルでさ、すごいかっこいいんだよね。いいんですか、180キロしかないですけど。ああちょっとまずいっすね、まずいな、うん、話になりませんね。2万1000キロです。2万1000キロ、まだちょっと燃費はね、まだリセットしたばかりだね、うん、悪いんですけど。いやーすごいね、こんなモニターが2つあるからね。もう確かにね、こっちもさ、しかもタッチなんだよね、なんかすごいね、うん、オートで、このメニューがあってステアリングヒーターとね、あのシートヒーター、ヒーター、助手席クーラーはね、シートのベンチレーション、うん、ベンチレーションは革じゃないからないんですけど、熱々いらない、うんうんうん、なんかこの救急車みたいな、これあれか、あのなんだっけ、追従、いや違う、あのハイブリッドでエンジンかかってると静かだから、あー、押す、あのピューンって変な、はいはい、あの知らせる音ね、知らせる音を消せるんだね、消せるんだ、これあれだ、せっかくだから V8 の音とかにしたいけどなんか変な音だな。そうだね、ミーンって、ね、ちょっと変えちゃうかスピーカーで、うん、それがあの電車みたいなとか言う、うんであれだよね、クラウンといえば、うん、これスイングするよね確か、あするする、どうやってやんだかよくわかんないけど、ちょっと普通にエアコンかければいい、エアコンのかけ方はわかんないなこれこれ大問題だぞこれ、うん、あこれハイになってる、あこれあ足元になってるから、そうだね、だから多分これダイヤルの方がいいな、あ確かにだりーな、それこれだるいな、時間かかるね、これあれだよ、大変だなこれ、時間かかっちゃう、あの
レンダーで有名な人の名前ちょっと今出てこないんだけど、それが必要だよ。高橋名人だ。高橋名人呼んでこなきゃだよな、これ。で、スイングはメニューかな、勝手にしないのかな、詳細。あった、スイング、スイングあった。おー、スイングした、すごいね。うわ、家のエアコンだ。おお、昔からついてるクランにはね。あ、そうなんだ、うん、ピストン運動すごいね。ってなわけで、あとは自動暴言ミラーか、うん、まあサングラスね、ホルダーもあって、なんだこれ、これドア開けたらランプがつくやつでしょ、これ。あ、これ何、これ何だろうね。昔風が乗ってる時になんかここで音拾ってノイズキャンセリングが、うん、こんなちっちゃい穴はちょっと入らないからね、ここは入んないね、我々の、ね、俺は入るかもしれない。これはこれはなんだ、何なんだこれ、なんだなんだこれは、なんかあれかな、お、なんかちょっとこれ、あれなんかタバコの灰っぽいの、黒はあるね、ちょっとあったね、黒はあるの、もうこんぐらい気にしてないけど。で、バイザーにはミラーがあるね、あると、 LED もある、 LED じゃなかった、電球だった。こっちはでもこっちは LED なんだろうね、 LED なんだね、うん、これでいつでも、私は電球色が好きなんだけどね、うん、そうだ、最近でね、さっきね、オンにした時も分かったけど、チルとテレスコは電動、ね、そうだね、ウィーンってなるね、もうちょっと手前がいいけどね、俺的には。まあね、あの OMP とかモモのね、ステアリングありますからね、車外の、そうそうそう、うん、スイッチどうなっちまうんだっつってね、これもあの使えなくなっちゃって、ついじるのもいろいろできると、うん、追従の車なんて俺乗ったことないよ、クルコンのやつしかないよ今まで。そうだね、追従したことないね、追従したことないよ、追従なんかしてる場合じゃないもんな、急がなきゃいけないからな、先、そうそうそう、追従なんかしてる場合じゃない、某所で追従はしてたけど、昔よく、まあ、確かに某所でな、真夜中の追従してたけどね、だいたい落ちちゃうね、飛び地だらけになっちゃって、かまほりそうになっちゃうね、ガラスも 何枚か割ってね、なるほど。そんな遊びもしてたけど、お、ここになんか隠し穴が、うわ、それちょっとエッチな動画見れんじゃない、メディアって書いてあるんだこれ、おいおいおい、これなんでもねえなこれ。あ、これ CD も入んのこれ、いやこれブルーレイ入んじゃなかったっけ、トヨタって、おう、なんか書いてある、なんか書いてある、あ、ブルーレイ見れるじゃん、お、これもいつでも玉高画質で、高画質で見れんだ、おお、これでいつでも玉飛行士のライブブルーレイ見れる、最高だね、いかがわしいものも見れる、いかがわしいものも見れる、ほんと高画質だよ、ナビも高画質だよ、年式の割にはね、っていうかやっぱ当時のね、クラウンっていうだけあって、うん、そうだね、装備はね、うん、装備はもう全然劣ってないよね、うん、今はエンジンかかってないのか、今はかかってない、かかってない、オンになってイグニッシュ、あ、かかった、これアクセルちょっと入れるとかかかる、 あ、でもすぐ、あ、すぐ止まっちゃう、うん、変速しちゃった、うん、2.5 リッターハイブリッド、ね、4気筒だよね、4気筒だね、まあ、半分ね、クラウンを買わしたのは私の思いもありましたけど、そうだね、カン君がもうすぐ人に買わせるから、まあ、GRRS 買わされたような本当。まあね、ちょっと私としてはね、心残りなのはやっぱ V6 3500が良かったんだけどな、そうね、私がガソリン代払うわけじゃないんだよね。ちょっとやっぱハイブリッド燃費いいのが ね、 そうね、条件だったから、うん、あとは、まあ、オルガンペダル、うん、ETC があって、カバーにかかってもね、オルガンペダル、オルガンペダルっていうのがね、もう最高、全然やっぱ運転のしやすさ違うしね、あ、そうか、足踏み式のサイドブレーキで、うん、なんだね、そうだね、この時代のやつは、うん、これがガソリン給油口、あ、そうだね、タッチじゃないんだ、外から、日本車はあんまないよね、最近だよね、あ、そう、うん、俺タッチするの好きなんだけど、おお、さわりで、トランクもね、ドアの、あ、そこ、ここで開くのが、え、そこなの、知らなかった、まあ、昔ながらのセダンっていうか、何よりね、このやっぱフロアマットの厚みが ね、 ね、すごいよね、やっぱね、高級車ってこれもね、僕もガソスタでバイトしてる時によく思ったけど、やっぱ全然厚みが違うんだよ、ね、違うね、まあオプションで買ったら高いんだけどさ、うん、あと電動でね、助手席もパワーシート、運転席もパワーシート、もちろんで、これはよく剥がれるという噂のステアリング、まだ剥がれてません、うん、あ、
き来てるかちょっと。ああやばいこれ。来始めた。あとオートハイビームか。おお。うん、オートハイビーム。すべてがアナログの車に大体乗ってるからさ。そうだね。慣れないね。ちょっとトランク見てみるか。なんか泣いてる。おっと、これは何がどのぐらい入りますか？これはあれだな。あのちょっとかすれ声で。シェパード1匹ぐらい入るんじゃないのこれ。そうだね。うん。1匹どころじゃないな、2匹。でもハイブリッドだからそんなに広くはないかもしれない、ね、奥行きがね、奥行きがないけどね。これのね、後期型だとターボモデルもあるんで、うん、お、あ、深い。え、マックガードついてる。マックガードあんじゃん。俺これマジでヤフオクかメルカリで落とそうと思ってたんだけど、危ない危ない危ねえよかった。お得だ、お得だわ。お得これがだからハイブリッドじゃないと3500と2リッターターボがありますけど、ああ、 そうだ、ね、それだともうちょっと広い、ね、なるほど。あ、ジャッキもある。あ、パンク修理材もあるね。ああ、まあそうだね。何ですか？ここにはちょっとカバー。あ、バッテリー後ろなんだ。50対50か、この車は。50対50かって分かんないけど。バッテリー後ろなんだ。GR ヤリスみたいだね。ね。すごいね。あとあれだ、トランクに。イージークローザーついてんだ。だから夜中でもバンと閉めなくていいんだ、うん、これでもお上品に閉めればウィン。おお、救急車みたい。ちょっとあれだね、ボンネット 見てなかった、ね、そうだね。やだ、ダブル RX は下にあるんだけどさ。あ、上だ。あ、上こういう感じで。わー、とんでもねえ手つきだ。ダンパー付き。綺麗だな。ハイブリッドシナジードライブ縦置きエンジンですね、もちろん FR です。そうだね。何が何だかはよくわかりません。 2.5 リッターエンジン4気筒。赤色灯はこの辺に入ってる。あ、赤いのちょっとこう2個つけるからさ、あ、うん、ちょっとビビらしてやろうかな。あ、そうだねなるほど。まあ、これといってあんまり面白みはないんだけど。そうだね、うん、とにかくカバーになってるから。エンジンオイルちゃんと変わってる。あ、綺麗な色して。いや、もう入ってねえんじゃねえこれ。入ってねえか。お、長えな。おい、おい、長えな、長えな。俺のより長えぞこれ。お、ほんとだな。ほんとに長えな。とんでもねえ動物だ。馬ぐらいあった今。馬くハイブリッドだよ、うん、私もハイブリッド車乗ったことないって。あ、これこれほら、あの電動で減衰変わるんだ、やってくれるやつ。へえ。なんだっけ、なんかナビかなんかのなんかで連動してんだっけ。あー、カーブが近づくと硬くなるのかな。あー、そうなのかな。スポーツモードとかにするとちょっと多分硬くなるけど、そういうナビで現在地で合わせてやってくれるのかな。なんかそんなの書いてあった気がする。わかんないけど、うん、フーガかもしんないうん、いいね、綺麗だわ、はい、極上だわ。これはイージークローザーついてない。これはイージークローザーに聞いたことないなボンネットに。やっぱ覆面パトカーとの違いで言うと、うん、まあ、まずホイールか。ホイールがね、専用のね18インチホイールね、高速帯のやつは、うん、でまずハイブリッドじゃないね、 V63500 向こうの方が速いで、確かアンテナがこのタイプじゃない棒のやつ、棒のやつだったか、なかった、そもそもこのラジオのアンテナじゃなかった気がする。どっちか、ここに後付けで両方、両サイド。いや、それはなしかなかったと思うんだよな。この辺とかにない？あ、あるかもしれないぐらいかな。でもホイールですぐ分かるんですよ。そうだね。そうそうそう、スパッタのホイールがだから。で、鉱石は、鉱石ちょっと俺の後ろ座る人は多分ちょっときついね、俺の。あ、でもいえ、乗れないよこれ。まあ、ちょっともうちょっとちっちゃい人なら。うん、そう、うん、子供だけだな。でも結構包まれてる感あるよね、シート自体が。そうだね、ホールド感も後ろも。で、これがまたマジェスタになるとリアがリクライニングするね。うん、でもうちょっと広いのか。そう、全長が長いのかな、マジェスタは。
あっちもあっちだと3500のハイブリッド。おお。かな？かなわないね。かなわないです、ね。そんなところか。そんなところですね。この音は VAB みたいだな。確かに。あと後期型デイライト。今ちょっとなんかついてないからよくわかんないけど、デイライトがついてる。うん。で、フォグだしね。フォグね。LED フォグか。うん、あと、前期型と比べると HID から LED ヘッドライトになってると。確かそのぐらいなのかな。うん。じゃあ乗っていきますか。はい。はい。よし。じゃあ行きましょうか。すごいね。エンジンかかってないのにこの車動いてるよ。確かに。キュイーン。すごい静かだよ。すごいね。もうあの車の中で会話できるっていうのが素晴らしいもんね。当たり前の日常ってやつなんだけどな。当たり前を忘れがちなんだ僕らはね。そうだね。オープン。挿入します。お支払いはサービス券、硬貨または紙幣で精算してください。いや静かだわ。めちゃくちゃ静かね。快適。これ女の子乗って乗せて、うん、会話に困ったら大変だね。確かに静かすぎるよこれ、うん、うるさいって言って会話できないぐらいがちょうどいいな。静かすぎて寝れなそう、うん、確かに眠くなってきちゃったって言われちゃうかもしれない。あーいけないね。眠くなって女性にやばいやばいやばい。眠くなってきちゃったら何の合図ですかね。まあちょっと俺にはよくわかんないんだけどな。ちょっと休憩しに行かないと。休憩しに行かないと。すぐ休憩しに行かない。困ったもんな。結構横幅がねここタイト。いやうん、まあ全然もちろん全然狭くないんだけど、やっぱこじんまりはしてるよね。やっぱ1800ミリしか車自体の全幅ないから、うん、日本に合わせてるから、まあ、街乗りはしやすいよね、うん、あとはまあ小回りがすごい効くんだよね、クラウンって。ハンドルめちゃくちゃ切れる、ね、やっぱ FR だし、まあ、パトカーがこうなるっていうのはよくわかるよね、うん、VAB より全然小回りは効くはずだから。そうだね。そうでも長さは5メーター近いんだもんね。 4.9 メーターぐらいなんだっけ、うん、結構長いんだよね。なんかリアのオーバーハングがだいぶ長く見える。長い、うん、フロントのオーバーハング少ない割に、はいはい、ホイールベースが長いのかね。あ、ホイールベースは長いだろうね、多分ね、うん、でこの辺のパネルの質感もね、ここもね、革だし、うん、ソフトパッドになってるし、この辺もやっぱ高級車なんだね、うん、古いとはいえど、うん、そうだね。そう、で、これはまあちょっとフルノーマルで乗るのもいいんですけど、ちょっと車高落として、あんまり落としすぎるとねちょっとあれなんで、ちょっと落として、そのどうしてもやっぱ買う条件に合ったあの純正オプションのスパッタリングホイール、ブラックスパッタリングがいいなと思って、18インチのそれのオプションホイールを買って、でちょっとワイトレで面出して、それでちょっと決めてかっこよく乗りたいなっていう感じですね。狭い道も楽だね、この大きさだと。そうだね。マジで静か。静かだね、本当に。静かちゃんです。静かちゃんだ。キュン。はい、ちょっと、しばらくね、1ヶ月以上は乗りました。で、ほぼ通勤での燃費 14.2 です。はい、そんな感じです。で、まあ、結構ね、信号を引っかかる、横浜の市街地なんで、信号も引っかかるし、渋滞もあっての燃費で、で、冬場で、結構暖房つけるとすぐエンジンかかっちゃうんですよね。エンジン温まってないと、暖房出ないんで。なんで、暖房切ると結構伸びていく気配があるんで、
これはもうちょっとまあ時期的に季節考えると15、16は普通に走りそうな気はします。でまあ郊外とか行ったらもう17、18は普通に走りそうな感じですよね。はい、いやーもうねだいぶ乗り慣れましたけど、すごいめちゃくちゃ最高だね。はい、すごい気に入ってます。お気に入りです。静粛性が高くてね、高速道路とかもすごい風切り音とかもほぼないし、いや乗り心地もいいしね、本当になんかはいすごくいいです。普通に車で会話できる車っていいですね、本当に車内で会話できるのって。はい、という感じで愛車紹介以上になります。結構あのツイッターでセカンドカー買いましたって言ってだいぶじらしてるんですけど、皆さんが思うような車じゃなくて申し訳ないんですけどね、はい、みんな86だと思ってると思うんですけど、はい、そんなところでございます。はい。